みんな久しぶり。ショールームしたかった。こんにちは。え、この花火のイベントいつぶり？あ、いつぶりじゃない？あ、いつからいつまで？あ、今日から本当に？今日の11時か。いつまで？いつまで？明日もやってる？もしかして。STU のメンバーが24時間配信。すごい。尊敬する。今日からん？少し休んで、本当に？本当ですか？あ、でもコロナでね、コロナウイルスに感染して、そうだね。そうかもしんない。今日の11時か、31日？で、今日何日？25。あ、明日も配信する。明日も配信。5キロも痩せんよ。5キロ痩せたら最高じゃん。そうですね。テレワーク中だから見に、あ、よかった、ちびさん。一番下の一個が横で夏休みの宿題してます。あ、ラストスパートかな？メイク、何？セクシーに見える。あ、今日ね、オレンジメイクしてるんで、わかるかな？わかんないよね。まあ、わかんないよね。オレンジメイクしてます。え、すごい！ 13 キロも痩せたの。すごいね。すごいね。13キロも痩せたらガリガリじゃん。ね、どんどんみんな復帰してって嬉しい。よかった、本当に。ね、そうね、彼女は綺麗だった。皆さん見てますか？昨日続き見たかった。続きが見たくなっちゃった。また本当にさっきまで真面目に述べても、お、どうだった？そう、目の上のとこ、そうそう、オレンジ。あとリップもオレンジ系なんだけど、まあ、ピンクに見えますね。見てる？みんな見てる？見てるかな？どうだろう。ね、最高だよね。私さ、つい最近まで6話まで進んじょるのに、まだ1話も見ちょらんくて、でも見たくて、で、そう、アプリで、やっと追いついて、そう、で、この間6話まで進んでさ、次、続き見れるかなと思ったら、そう、まだ7話放送されちょらんくて、昨日やっと見れました。昨日？かな？休憩、本当は5時からだったけど、配信お知らせ来たから3時半から入れるように。え、調整しちゃった。もう可愛すぎる、嬉しい。なんさん、ありがとう。花火の音した。花火の音せんよ、全然。キュードンみたいな。いや、本当に彼女は綺麗だった。あ、見た方がいい。そう、彼女は綺麗だったね。なんか韓国のドラマらしくて、それもめっちゃ面白いらしいけど、私は見てないですね、日本版しか。ね、確かに、あの電話のシーンやばかったね。確かに確かに。皆さん元気ですか？みんな元気？今ヒュートーンって言ってるのかな？今いっぱい上がってる。あ、そうそう、あ、待って待って、後でいいや。皆さん元気ですか？咳とか出てないですか？そう、私はね、最初咳と頭痛、軽い頭痛から始まったので、そう、気をつけてくださいね。そう、今さ、熱中症とかもあるからさ、熱中症と思ってたらコロナウイルスだったとか多分あると思うから、本当に気をつけて。
体は元気だけど10月末で退職になってしまって転職活動中。頑張って、うん、そうあのね、そうあの私軽い頭痛と咳から始まって、なんか咳っていうかね、咳っていうよりかはなんかわかるかな、喉の奥がイガイガするみたいな、わかりますか？喉の奥が、あ、安高さん、ガチャシティス嬉しい、ありがとう。そう、喉の奥がなんかイガイガするのから始まって、と軽い頭痛で、軽い頭痛の時にさ薬を飲んだのね、自分でも持ち歩いてる薬、なんか、うん、普通にただ持ち歩いてる薬、軽い頭痛の時とかに飲んだりするやつ、痛み止めってやつを、そうそうロキソニン飲んだんやけど、そうロキソニン飲んで、でしたら頭痛が治ったのね。そうで頭痛が治って、そうこれやばいかもって思ったけど、頭痛治っちゃったから、あ大丈夫かもって思っちゃったの、大丈夫かもってそう思っちゃって、そういやまさかと思って、そうまさかね、そうなると思わないじゃないですか。そうでもこう他のメンバーだったり、そうかかってたりしてたから、もしかしたらですごい怖くなっちゃって、すっごい怖くって、本当にそうだったらどうしようみたいな、うん、そうでも頭痛治ったしなみたいな、したら次の日にすごい頭痛が来て、またで治ってなかったってなって、で喉のイガイガ感もずっと残ってて、で軽い咳してて、ちょって、そうしたら熱が出てって感じだった。だから皆さん本当に頭痛と咳要注意ですよ。そう最初本当に緩やかなんですよ、薬飲んだら治るぐらいの、でも本当に すごい一気に来ますね。あとね3分とか5分ぐらいでもうほんの数分のうちに熱が一気に上がったり下がったりします。うん、そうちょっと頭痛いかも、はもう本当に今のこの時期は、そうこの今はもう本当にちょっと頭が痛いかも、でも危ないなって思った方がいいと思う。うん、本当に今誰がかかってもねおかしくない状況だし、そうそれでさ検査に行ったんですよ、なんだっけ、頭痛の日、頭痛と咳の日でこう熱が出るじゃないですか、でその頭痛が強くなってまだ咳とかもしてて、で夜に38.8 度出た日にの次の日に、そう、その熱が出た日に発熱センターに電話したんですね。そうで発熱センターに電話して病院を紹介してもらうんですよ。そうで病院を紹介してもらって、で病院に行くんですね次の日に。で私日曜日だったから結構ね日曜日だと空いてる病院が都内でもめっちゃ少ないんですよ、少ないらしくて、そうだからそうでも空いてるんだって思って、で教えてもらってで行って、本当に歩くのすごいしんどいんですよ。そうでなんか私ねその病院に行く朝は熱あったんですよ普通に。
で熱あったっちゃけど、なんか病院着いた時ね、病院で熱測ってくださいって言われた時熱なくって、なんか病院でね、なんか最初ホテルおる時は3あもう普通に熱があって、病院行ったら 36.7 とかで、うん、36.7 もあったかなってぐらいで全然なくって、でさこう検査するじゃないですか、で検査して、であの結果が出るじゃないですか、で結果が出てこう、あもうかかってますねってそうね、そう病院行ったらその時よくなる、あるあるじゃん、そう私そのタイプなんですよ。そうそれで病院行って、でもうかかってますって、あの検査結果がもうね本当にねめっちゃ早く出るの、1分もしせんうちに結果が出てしまって、 CT とレントゲン撮っちょらんよ、うん、撮ってない、そうでもうかかって、あもうかかってますって、これはもう陽性ですって言われて、でさそんなの初めて言われるし、しかも私あのそういう検査一人で、あの 病室っていうの、一人でその病室に入って検査を受けてっていうのが初めて、人生で初めてだったんですよ、あのその検査あのうーん、病院には行ったことあるけど、うん、検査するのに1人、例えばインフルエンザの検査とか、まあインフルエンザあんまかかったことないんですけど、ほぼほぼ私かかった記憶がないぐらいに、1回あるかないかぐらいなんですけど、そうあの検査の部屋に、そういう検査に1人で行ったことなくてめっちゃ怖くって、しかも陽性ですって言われて、もうなんかさこの今こう今この世界中にいる方の中にはさ、このコロナウイルスで亡くなってる方もね、そういらっしゃるじゃないですか。なんか本当に怖くて、もうなんかいろんなことを自分の中で一瞬のうちに想像してしまうと、すごい辛くて苦しくて、そうすごい孤独で、そうあ鼻からです、はい、そうそうそうめっちゃ痛かった、そうそれでめっちゃ痛かったです、ちょっと待ってサノン大丈夫で、ありがとうあやちゃん元気になったよ、そうそれでめっちゃ孤独で怖くて、その陽性です、もう なってますねかかってますねって言われた瞬間に、私それそこまではそこまで先生と話してる間は割とこうその前日とかに比べて割と私元気な方だったんですよ、その間は。そうでもその言われ検査結果を知った瞬間にすごくもうなんかいろんなものになんかいろんなこと考えてしまって、不安だったり、うん、孤独だったりいろんなものにもう押しつぶされて、すっごいね一瞬のうちにすぐもう全然汗かいちゃらんかったのに、めっちゃドバッと汗かいてきて、すっごい気分悪くなって、でも本当にね垂れるくらいの汗かいたんですよ、冷や汗っていうの、もうポツポツ、もうこのポツポツポツみたいな、もうめっちゃ顔も汗かいて、めっちゃ気分悪くなってきて、なんかもう先生の話も耳に入んないぐらいに、なんかもう意識もろっとしてきて、なんかもう目の前がこうファンファンファンみたいな、そう
でもあもう無理ってなって隣にベッドがあってもこうやってベッドでこうやってしててなんか先生がなんか先生と次話しますみたいなそれまで待っててくださいみたいな言われて待ってる間もこうやってしてましたこうやってもう辛すぎてこうやってもうベッドに入って寝ててうんなんか先生の話もはいはいって感じだったそう本当に正直そうだった本当に発表された瞬間が本当に辛くてえ本当ですかみたいなうんそうもうマジでねやばかったうんそうパルスオキシメーターもう測ったりしてそうあでもそれはまだ元気な時に測ったから全然多分良かったけどもう一人で発表されるの本当に怖いようんめっちゃ怖かった本当にうん酸素って毎日酸素って毎日測るの？そうです。あの療養施設で毎日測りますね。毎日朝と夕方、うん、測りました。そう朝と夕方に測るんですよ。で、なんか看護師さんが電話来るんですよ。で看護師さんがなんか体調管理してくださって、なんかね酸素がの数値が低いと電話来るんですよ。そうなんか電話来てましたうんうんえ酸素濃度24時間つけっぱなしなんでえあれさ結構ドクドクしてこんここドクドクドクみたいなそう想定外のことほんと起きるとそうなの一瞬のうちにねうんあー人事異動発表あそんな感じなんだそうでなんか食事もなんか食事ね食事はねそうねゼリーとかヨーグルトがすごく食べやすくてなんかご飯うんなんかでも物の味ほぼ私ね8月の3日までは味あったんですよ3日の夜まではそう匂いも味もほぼうんそうそうちゃんとあったんですよでもなんか夜違うお昼までちゃんとあってで夜になったらなんかちょっとどっちだったっけな匂いが薄かったっけなあ違うそう香りがちょっと薄くてでも味ははっきりするみたいなで朝起きたらカレーの香りほぼなくてなんか匂いもあんまん味もあんまないみたいなだからもう私20日ぐらい経ってるんですよねあ今はね香りがね薄いなんか私私ね8月4日は、まあ、ほぼほぼなかったもうなくなってたんですけど8月の5日ぐらいからもう全くないみたいな香りとかで香りと味全くないあのしょっぱい甘い苦いしょ酸っぱいしかわかんないみたいな生活しちゃって今はあの全くじゃなくて全くっていうのはもう終わって今はですねものによるのめっちゃものによって香りがちゃんとするものといや全然匂わなんか家族は匂うのに自分はすごく薄いか匂わないかぐらいのものもあったりとか味はちゃんとした味はたまにするぐらいでたまにはちゃんとした味する時もあるけどなんかまだしょっぱいかなすごくしょっぱいか甘いかくらいかなうんそうね味
味ね、薄いっていうよりね、味薄いんじゃなくてめっちゃ濃く感じる、めっちゃ辛く感じる、塩分強って思っちゃうね。うん、で匂いはめっちゃ薄いです。まだシャンプーの香りもね薄いんだよね。うん、そう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 、あ、全然あの療養施設から、ね、療養中、療養中より全然マシです。うん、そうそうですね、全然今はマシですよ。結構元気、結構元気っていうか、あの体力と味覚と嗅覚以外は元気なんですよね。ね、そう、あのね、すごくショックだったのがね、メロン食べたんですよ。2日前に。そう、メロンが、なんかね、めっちゃ甘かったの。めっちゃ甘かったっちゃけど、甘い水って感じだった。でも、本当は甘くて、ちゃんとメロンの味がして美味しかったらしいです。うん、メロンショック、せっかくおじいちゃん家からもらったのに、なんかおじいちゃん家からもらったって言って持って帰ってきてくれて、家族が、そうショックだった。あ、今夜は帰らない、全然話変わっちゃったけど聞いていただけました？うん、嬉しい。スイカさんとスイカ食べたい。北海道からメロンが届く。え、いいの？え、メロン何個届くの？うん、届けて。あ、ね、そう、私多分辛め今食べれないと思うんだよね。多分めっちゃ辛い、無理ってなっちゃう。多分あんなに好きなのに、あんなに大好きで、私今すぐにでも食べたいんですけど、でも今は食べたいって思えないんですよね、辛麺。食べたい、食べたいのにって言っといてちょっとあれだけど。うん。お、ネモハモルーマの、ルーマのオンラインお話し会40受付。本日6時から。皆さん、待ってます。うん。実際カフェなのあれ、すごいね、レストラン。うん、2個届くから、1個送ってくれる、待ってるね。うん、ねえ、梨、そう、梨もね、この間なんかテレビで見て、あ、昼なんですかな、そう、梨食べたくなった。梨なんか種類いっぱいあるんでしょ。オンラインはなしか、2月20日。めっちゃ遠いね。めっちゃ遠いね。めっちゃ遠いね。そう。あの、アイスね、めっちゃ甘いんですよ。けど、あのね、あの、今ね、バニラアイスがすごく美味しいです。あの、バニラアイスがめっちゃ美味しくて、バニラアイスはなんか、味がするんですよね。バニラアイスとオレンジジュース。この2つが最強だなって私は思ってます。ねえねえ、みんなさ、私が食べたいもの全部届くやん。ねえ、いいよね、の、なし。24時間テレビのドラマ、え、ドラマね、私全部は見れちゃうんちゃうけど、あの、途中から見たよ。途中から途中までかもしれんけど見た。お、宮本浩一さん久しぶりです。元気？いや、ハーゲンダッツ食べたい。ね、そう、浜辺美波さんめっちゃ可愛かったよね。
で、何の話してたっけ。めっちゃ話が変わっちゃったけど、うん、え、本当にすごい。僕をモデルにしたドラマってかっこよすぎん。すごいね。すごい、そんなことあるんだ。すごいかっこよい。すごいびっくりした。うん、すごいね、誇りだね。ベビースターのアイス、え、そんなのあるの。うん、お、12月25日クリスマスじゃん。ありがとう、楽しみ。皆さんオンラインお話し会待ってますね。うん、楽しみにしてる。クリスマスみんなと会えるかな。うん、お話ししようね。私何の話してた、さっき。あ、うん、いっか。まあ、皆さん何でも聞いてください。あ、知らんかったっちゃ。なるほどね、見て知ったみたいな。12月23日誕生日ね。25日会いに来るしか。うん、あー、そうだよね、なおさん。うん、会いたい。え、甲子園ね、ちょこちょこ見てますよ。あの、パパが甲子園大好きで、甲子園が大好きっていうか、高校野球めっちゃ応援してて、あのパパとお兄ちゃんが結構見てますよ。結構見てるけど、ちょこ、私ちょこちょこしか見てないんですけど、そう、あの、すっごい残念なんですよね。そう、宮崎県代表の商業高校の皆さんがね、そう、今年参加できなく、あの、辞退しちゃったので。そうなんですよね。レンジャーのシーンで分かった。すごー、すごいね。うん、長崎が頑張ってる。おみけん頑張れ。うん、宮崎商業に注目してる選手いたからな。うわお、それはビエンね、応援したかった。うん、あ、そう、あの、皆さん待って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 、ちょっと待ってね。甲子園なんとなく見てる。おお、野球好きですか。なんか亀さんってさ、スポーツ大好きだよね。何でもできるイメージ。うん、皆さんショールームのフォロワー4000人、皆さんありがとうございます。急ですが、すごく嬉しい。花火ババンバンバーン、ありがとうございます。これを伝えたかった。ありがとうございます。やっとやっと4000人、やっとやっと4000人、嬉しい。みんなありがとう、皆さんのおかげです、本当に。うん、ありがとう。次は5000人目指して頑張ります。ありがとうね、みんな。本当に毎日配信してた時に、そう、本当に毎日見に来てくださってた皆さんのおかげです。本当にありがとう。うん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 、皆さんぜひこれをうんうんうんツイッターに載せてください。うん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 、
ありがとうみんな。ありがとうございます。これを伝えたかったので。そう、嬉しい。やっと目指してた4000人突破しました。そう、めっちゃ嬉しいんですよ。そう、あれあれ、おお。そう、ぜひ皆さん次は5000人目指して頑張りましょう。そう、ツイッターの方ももうすぐで、もうすぐというか、あと60、70人ぐらいで、60人か、60人ぐらいで、そう、5000人突破できるので、皆さん、ぜひフォローしてください。待ってます。うん。ぜひ、拡散してくださると嬉しいです。そうだよね、抹茶さん。私もそう思ったよ。そう。そういうなんかタイミングだったのかなって。うん。そうなんです。ツイッターもそう、もうすぐ。タワーですか？待ってね。花火タワーっていうのかっこいいね。すごい。なんさん。かな？ちょっと待ってね。花火タワーかっこよすぎん？花火タワーとかあるんですか今時。花火タワー、ちょっと待って、あった。お、待って、レナちゃん今日誕生日って。皆さん、じゃあレナちゃんにお誕生日の歌を歌いましょう。せーの、ハッピーバースデートゥーユー、Happy birthday to you. Happy birthday, dear Lena ちゃん. Happy birthday to you, Lena ちゃん. おめでとう。おめでとうございます。すごい。今すごい大変な時期だけどね。素敵な一年にしましょう。おめでとう。よし、なんさん、ちょっと待ってね。みんなほんと優しいよね。おめでとうって。これな、何タワーって言うんだっけ。花火タワー、花火タワになっちゃう。無言になっちゃう。ヒュードン、ヒュードン。うまく書けなーい。よし、なんさん、スクショしてね。いきますよ、せーの、せーの、うん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 。
花火、これ花火見える？取れたかな？取れましたか？取れましたか？ナウさん、アリが花火タワー、どうと、あの花火鳴ってよ今、ポーンって今鳴って欲しかった。花火タワーありがとう、ナウさん、ありがとう。嬉しい、お祝いしてくれて。改めて思うけど、うんうんって面白いよねって。いや、あのいません普通に撮るとき、普通に私メンバーと撮るときもそうですよ。シャッター音ないので、シャッター音ないのでっていうか、シャッター音ないじゃないですか。そう、ないときにはあのハイチーズっていうの大変じゃないですか。だからうんうんうんって言った方がいいですよ。おすすめ、おすすめしたので明日からやってください。はい。ヌヌスクさん、ヌヌスクさん、こんにちは。宮崎県代表のエミソラノです。ぜひぜひツイッターもショールームも5000人目指してるのでフォローよろしくお願いします。サイチューが好きそうな面白いシャツ見つけて。おお、本当に見て見て見て、今日セタンティー着てるの。みんな着てくれてますか？久しぶりにさ、着たっちゃけど、そう、あの療養期間はさすがに着てなかったので、そう、久しぶりに着てめっちゃやっぱ可愛いなって思う、かっこいいな、可愛いなって思いました、我ながら。宮崎はみんなななのかな。いや、そんなことはないですよ。絶対違います、絶対違いますよ。試合終わったって。おお、今ど、今日どこだっけ、今日、あ、今日さ、どこだったっけ、明徳義塾高校とかと、どっかだった気がする。でも違うかな、ごめん、違ったらごめん。ツイッターに書いてた気がする。めっちゃ前に話してたおみじゅっと空の動画75号に貼る、貼るのを忘れてたか、今日貼ってた。ありがとう、おみじゅに送る、画面録画して絶対に送る、ありがとう、送るね。そうだよね。え、これなんて読むの、松章、どこどこだろう。すごい、みんな詳しい。野球よりサッカー派だから、冬の高校サッカー、あ、そっか、サッカー冬だよね。九州沖縄じゃめてねー。あ、じゃあ長崎も負けちゃったってことかな。今年はどこが強いんですか。そう、パパとお兄ちゃんがめっちゃ詳しいんですよね。めっちゃ応援してるので、そう、そう、めっちゃ詳しいですよ。そう、今日のピッチャーはいいとか、そう、誰々ってバッターはいいとか言ったりとか、今日すごかったねって、なんかね、なんかいろいろ言ってますよ。めっちゃそう、大好きなんですよね、高校野球が。智弁学園、これ違うかな、読み方違うかな。智弁和歌山さん知ってるけど、
ふーちゃんスポーツ何が好き？私はスポーツ何が好きっていうか、見に行くのは野球好きですね。プロ野球、キャンプとか大好きで、なんかキャンプ、宮崎県はね、キャンプ地なので、そう、2月になると、そう、野球選手が来るんですね。だから、そう、見に行くのが好きなので、そうですね、私はジャイアンツさんが好きですね。でも、だからといって、私はめちゃめちゃ、ルールに詳しいとかはないんですよ。見るのが好きなんです。わかりますか？そう。そうですね。あ、智弁和歌山さん？智弁和歌山がじゃあ優勝候補かな？なのかな？わかんないけど。そうなんだ。今日面白いよね。でもね、私ね、サッカーはスタジアム行ったことないので、サッカーはスタジアムで見てみたいなっていうのがすごくあるんですよ。サッカーの観戦したことないかも。練習とかなら見たことあるけど。バスケットは試合見たことあるけど、バスケ、野球、陸上とか見たことあります。バスケ、野球、陸上は見たことありますね。そうなんです。そう、ルール覚えたらもっと好きになるよね。そうだよね。わかります。めちゃめちゃ。マジ無理言ってきた。お、どうだった？そうなんですよ。ルール教えてください。日商と褒章は知ってる。おー、サッカーですね。二松学園とかめっちゃサッカー強いですもんね。全国大会行ったり。テゲバジャーロ。テゲバジャーロ。そう、宮崎県のサッカーチームですね。そうなんです。皆さん、何かのスポーツ見に行ったことありますか？ある？みんなさ、何に興味ある？スポーツ。でも私、するなら、バドミントンか走るかがいいな。宮崎豊昇高校の決勝戦は国立競技場で見ました。すごい。すごいね。すごい。すごい。おいしさとおいしさ。久しぶり。プロ野球と高校野球をこの前は行ってた。すごい。野球好き？ヒデトさんも。野球中継をよく見る。私もオリンピックの野球見ましたよ。途中からだけど最後はちゃんと見ました。お、休憩時間おしまい、 PM。 ありがとう、ナンさん。ありがとう。ちょっと待って。ちょっと待って。ナンさん、ありがとう。ありがとう。
いってらっしゃい、頑張って。あ、トイプードルのおむか、うわー絶対かわいいやん。いろんな球場行ったことあるけど、握手会かコンサートだからスポーツは見て、あるよねそういうの、きっと。うん、あると思う。うん、大阪桐蔭強いですよね、有名だよね。全然詳しくないけど、なんか有名だから強いのはわかる。ふん、副業したっけ、しちょらんよ、全然してないです。ハマスタ、横浜スタジアムかな。なんかさ、詳しくないから、あ、略されてるとわかんないとかったりする。ね、いろんなスポーツ見に行ってみたいよね。今パラリンピックやってますよね。今日何の競技だろう。今日からですよね。昨日開会式あったので、うん。ね、スポーツ観戦行きたいな。なんか応援するの楽しくないですか？うん。なんかやっぱさ、応援とかに行かないとすごい。違う、応援とかに、そう行かんと、なんか入ってこないというか、わかりますか？なんか応援に行って、で、興味を湧くじゃないですか、めちゃめちゃ。興味湧いて、なんか、それが、それがきっかけで覚えたりすることもきっと多いと思うから、なんかまずは観戦に行きたいですね。スポーツ観戦に。行きたい。サッカー行きたいね。そう。行きたいです。あ、そう。そう、皆さんが、ファンの皆さんが劇場公演とかコンサートに行ってメンバーをそう見て、あの子かわいいとか言って見つけるのと一緒です。そういう感覚と一緒じゃないかな。そう、やっぱ何かきっかけないとね、覚えないし、何かきっかけないと興味持たないので、そう、見ることが大事かなと。ユアスタどこ、カシマススタジどこ、カシマススタジアム、国立競技場、あ、味の素スタジアム知ってます。それは味の素スタジアムは、大島優子さんが卒業コンサートを行った場所ですよね。埼玉スーパーアリーナ、埼玉スタジアムかな、吹田スタジアム、あの子かわいいって言って推し変するに、推し変禁止ですよ。ね、オリンピック見に行ってみたかったよね。吹きた、私なんて言った、吹きたは吹いた、え、なんて読むのこれ。なんて読むの、何これ、わかんない、教えて。じゃあ教えてよ、みんな。吹きたじゃないと分からん。すいたって読む、吹くって言うよね、それ。すいたスタジアム、どこにあんの、どこにあるんですか。ごめんなさい、詳しくなくてごめんなさい。すいたスタジアムって言うんですね。覚えたと思う。スイタスタジアムって言うと、
え、でも服って読みますよね。風は吹いているの。服、それですよね。そうですよ、関西の人以外読めないんですよ、そういうこと。うん、大阪スイタスタジアム初めて聞いた。レッジーナ、セルティック、チェルシー、バルセロナオリンピック、レアル・マドリード。マドリードってさ、あ、間違えた。レアル・マドリードの試合観戦行った。え？あ、行ったことあるってことね。うん。お笑いのセンスとかないよ。ない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 。いや、あったよね、オリンピック、バルセロナオリンピックみたいな。あったよね、あったよね。どこだっけ、バルセロナ。オリンピックあったよ、絶対あった、絶対あった。久しぶりにお腹がよじれた。そんなさ、そんな、そんな面白いことしてないの私。でもいいや、みんなが笑ってくれるならそれでいいです。いや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 、そんな面白いこと言っちゃうから、うん、みんなが勝手に笑ってるんです。うん。いいよね、野球の応援って。メガホン叩いて応援したいですね。メガホン、メガホン叩きたい。うん。新幹線だから大声出せないから勘弁して。もうたくさん笑っていいよ。笑う角には福来たるって感じですかね。グッド、ベリーグッドマン。スタジアム行きたい。スタジアム楽しいよねって言っても、私は野球のスタジアムしか行ったことないですよ。うん、いいね、行きたい。なんかね、憧れるんですよね、大きな会場。グッドボタンとチャンネル登録お願いします。急に、うん、うん、今日は1時間経ったら終わりますね。うん、サナ一緒にサッカー見に行こうや。みんなで行こう。ふわふわ、うわ、あ、そうだ、みんなさ、いや、次の配信でいいや。うん、やめとく、やめとく。ねえ、そう、ユニフォーム着てみたいってよね。そう、ユニフォーム着てみたい。誰かユニフォーム貸してください。いや、なんか、なんかユニフォームね、着てみたいよね。 YouTube の挨拶、え、どんなのにする。いや、 YouTube する、あ、用事ないです。うん、生誕って、なるほどね。
かユニフォームか私の。あ、ほんとだ、ほんとじゃん。あ、そうじゃん、後ろね、確かに。あ、待って、みんなさ名前読み方わからんよね。 OK、 今頃って感じだね。ハローハロー YouTube、 何それ、ハローハロー、何ハローハロー、なんて言う、じゃあなんか書いてくださいよ、それ読むので。今更でしょ。今更だけど書いてみたので覚えてください皆さん。多分今1920人見てくださってる方の中で読めない方はいますか。上見さらのです、はい。今日さ、あのドボンしたんですけど、みんな私に会いましたか。ちなみに私、推しの方とは今日会えてません。うん、そう、サラノって言うんです、わさっぴさん、覚えましたか。覚えた。アドバンスの時言ってくれなあかんや、ごめん、怒られた、ごめん、ごめん、はい、言います。チャキ、なんか挨拶考えてて、いや皆さんに募集したので考えてください。バッチリ覚えた、グッド、グッドですね。いや、ね、最近ほんとにね、今眠くないんですけど、最近めっちゃ眠いんですよ。5時になると寝ますね、7時くらいまで。うん、でも私体力もないので、体力戻すためにあの動きたいなって思ってるんですけど、でもね、本当に徒歩1、2分、あ、うん、5分ぐらい歩いただけすごく疲れて、もう歩けないってなったので、この間本当にやばいんですよ。うん、中途半端に寝て夜は寝れない。あー、すみません、今日はですね、昨日はですね、寝れなくて、あの1時にちゃんと入っ、あの寝たんですけど、3時まで眠れませんでした。3時まで眠れんやった。そう、昨日あの今日のお昼までに提出しないといけないアンケートがあって、そのアンケートに、そのアンケートがね、なんか60問、いや70問弱あったんですよ。で、それに答えてたら1時になっちゃったので、あ、違う、うん、そう、1時前になっちゃったので、そう、1時に寝たら、寝っ転がったら3時でした、寝たのは。そう、体力めっちゃ落ちてますよ、本当に。なので、そう、前トレーニングでやってた運動は多分できないですね。多分今やったらもうすぐ疲れちゃうし、多分ダンベルとか握ったらね、落としちゃうと思う。だから本当に、そう、体力取り戻したい。まずちょっと歩くことから始めた方がいいですよね。でも本当にね、本当に長距離歩けないんですよ。うん、
頑張って寝ますね。頑張って寝て、頑張って起きて、頑張って運動して。まあちょっと歩くところからがいいね。お、あやちゃんありがとう。私もそろそろ終わろうかな。そろそろですよね、きっと。じゃあそろそろランキング読みたいと思いますね。13位フルカートマーク、レミタおしさん、空の虫ありがとうはい。12位ヒロくん、ありがとうございます。11位、なんかすごい耳鳴りが消えた。11位、宮崎のおじちゃん、ありがとうございます。10位、ムムさん、ありがとうございます。9位、石のピンポアットマーク、ナノレンジャーさん、え、待って待って、ありがとうございます。待って、すっごいそれショールームの機能が変わっててびっくり。8位、ルイさん、ありがとうございます。7位、スヌポンさん、ラッキーセブン、ありがとう。6位、ピンク亀尾さん、待って、いいや、ありがとう。5位、ギャレスアットマーク、ナナレンジャーさんのババ方言、エクボガカリさん、ありがとう。4位、ヒデトさん、ありがとう。3位、ドマさん、ありがとう。そして2位はワサッピさん、ありがとう。そして1位はナンさんでした。ありがとうございます。はい、それでは皆さん、今日も見てくださってありがとうございました。1時間経ちましたか？経ちました。今日もみんなありがとう。久しぶり、何日かぶりにしたんですけど、今日何日ぶりですか？私ショールーム、あ、じゃんけん忘れてた。せーの、そらのじゃんけん、じゃんけん、はい、に、はい、1時間過ぎた、ありがとう。この間は本当にね、ショールームした時、あの声がどんどん出なくなってたんですけど、今日はマシでしたね。徐々に回復頑張ります。それでは皆さん、ありがとう、ありがとう。みんな、あのショールーム配信と、あ、違う、間違えた、ショールームとツイッターのフォロー待ってます、待ってます。はい、ショールームはこっちの右上のハートボタンをピンクに、そしてショールーム、ツイッターの方はフォローするボタンをぜひ皆さん押してください。それでは皆さん、今日もありがとうございました。またね、ありがとう、優しい抹茶さん。徐々に回復します。ありがとう。皆さんも体調には十分に気をつけてね、頑張りましょう。ありがとう。またね、来ちゃいます。またねー。